サーミー・アルジャービルは、サウジアラビア出身のサッカー指導者、元サッカー選手、元同国代表。ポジションはフォワード。砂漠の英雄の異名を持つサウジアラビアの英雄。2006FIFA ワールドカップのグループステージ敗退と、共に代表引退を表明した。イエメンにそのルーツを持つ。日本のメディアでは、英語読みで、サミー・アルジャバーと表記されることが多い。 その才能が注目されたのは、サウジアラビア代表が FIFA フフワールドカップに初出場した 1994FIFA フフワールドカップである。その大会で、砂漠のマラドーナと称されたサイドワイランラと共に、決勝トーナメント進出に貢献した。その後は 1998FIFA フフワールドカップ、2002FIFA フフワールドカップ。 2006FIFA フフワールドカップとサウジアラビアのワールドカップ4大会連続出場の原動力となった。アジア人でワールドカップ4大会で試合出場を果たしているのは他にコーメイホとティム・ケイ・ヒルしかいない。15歳でサウジアラビアの名門チームの目に留まり、1988年に16歳で名門、アル・ヒラルに入団、翌シーズンには、 得点王に輝き1990年に A 代表招集を受けた。国際的に名が知られたのは1993年の FIFA ワールドカップアジア予選以降で、これまで同国のサッカーをリードしてきたのは砂漠のペレと称されたマジェド・アブドゥラーであるが、そのアブドゥラーは恒例による衰えが見られ、アブドゥラーが最終予選の日本戦で負傷したことを契機にスターへの階段を駆け上がることになる。 最終予選、最終戦のイラン戦は、日本国内の関心が、同時刻、キックオフのドーハの悲劇の影に隠れる格好になったが、四から三のスコアという接戦となり、アルジャービルは、先制点を挙げ、本大会出場に貢献した。1994フィーファワールドカップ後、前日のアブドゥラー、ファハドアルイコールビシ、副首相を務めた、モハメドアルジャワの引退、さらに、 前述のオワイランが飲酒、愛人スキャンダルで一時禁止を迫られると、アルジャービルの存在感はさらに高まった。現実に、1996年の AFC、アジアカップ1996では優勝。翌年のフッツワールドカップ予選はいずれも、オワイラン不在の状態で一位通過を果たしている。前述のアジアカップで、アルジャービルは3得点を挙げている。その後、 アジア人としては初となるワールドカップに大会連続得点を1998年大会で記録した。2000年にはイングランドのウルバーハンプトンに移籍し、サウジアラビアの選手としては初めてプレミアリーグの舞台に立った。結局5ヶ月間の在籍だったが、この経験は貴重なものとなった。二千二フィファワールドカップでは負傷に苦しみまともにプレーできず、 チームはドイツ戦で8失点をキスするなど3連敗で早々に大会から姿を消した。彼はこの大会後に代表引退を表明したが2005年にガブリエル・カルデロン代表監督の説得に応じて復帰2006年大会にも出場しチュニジア戦では途中出場ながら一時は逆転となるゴールを決めた。2007年現役引退。 2008年1月には引退記念試合として、あるヒラル対マンチェスターユナイテッドの親善試合がリアドで開催され、約7万人の観客がキングファハドスタジアムに詰めかけた。2014年11月21日、AFC 初代殿動入りを果たした。ありがとうございます。